最近の,あの泉代表のえとまあそういう野党連携に向けた動きの中で国民民主党の玉木代表や維新の馬場代表とあの会食え長時間もやったりしましたけれどその後外交してるね、なかなか。そそうでですすね局外交のの後まああの今度はは共産党さんともあの会談るるる予定であい 今の会談を含めたその動きについては、幹事長、どうご覧になっている共産党さんとやるのと伺っておりますそうすると、全社両社と馬場さん、玉城さんとやったのがパンになっちゃうね、これ、うん、広い枠組みで野党連携模索されようとしてるんだろうけども、共産党さんと連携取るというところとは、われわれ連携できなくなるから、うん、空回りしなきゃいい,い,いけどね。うん まずはあのー、代表選挙も近いですから、いろんな党内駆け引きがあるんじゃないですか、はい、ただ一般論として、代表がいろんな方々と意見交換するというのは悪いことではないですね、はい、しかしその目的が何なのか、私にはわからない。 まああの幹事長、あの立憲代表選への言及がありましたけれども、まあ、他党のことではありますが、代表選の一つ争点として、野党との連携のあり方というのもあの争点になるべきだというふうな幹事をお考えでしょうか。野党第一党が立憲民主党だから、その野党第一党がどういう野党連携をして与党に対峙をするのか、そうでないのか、それは我が党の代表選挙でないけれども、当然、他党が注目するだろうね。 しかし何度も言うけども、日米安全保障を否定をして、憲法を絶対変えないんでと言って、天皇制を否定して、自衛隊や憲法違反だとおっしゃる政治集団とは、われわれはあのご一緒するつもりはないので、そこのところをしっかりしないと、何度も言うけど、政権交代からさらに遠のくね、と思いますよ。東京都知事選挙を繰り返しても何の 意味もないと思います。川崎さんはどういしますか。テレビー東京川崎です。川崎さん、はい、今日は実りある質問をお期待します。<laughs> すみません。えっ、ー、と先ほどのところから話題ちょっと変わってしまうんですけども、うん、本日日銀側の政策金利をはい0.25%程度に引き上げる追加決定をしました。うん、こちらに関する受け止めがあればお願いいたします。まあそれは専門家の玉木さんにまた聞いてもらえばいいと思うけども、あの。 ある程度の金利上昇というのは重要でしょうし、2%の物価上昇率を目指してやってきたわけですし、えー、そして、最値も上がってきた、ですから、あので、プライマリーバランスもです、ね、黒字化が見えてきたという中で、この金利を上げるということは理解できます、他方で物価が相当上がってきてるから、それに対する影響がどうなるのか、それは注視しないといけないね、き、まあ、今日専門家の議論が。 あの始まるようですからしっかりと日経新聞を熟読したいと思います。はい。その他ありますか。あの私事ですけど一点よろしいでしょうか。あの全国高校野球選手権大会静岡大会が行われまして、我が母校掛川西高が二十六年ぶり夏六回目春夏合わせて十回目の 甲子園出場が決定しましたすいませんこの場を借りて喜びをかみしめたいと思います以上です内橋下から拍手じゃなかったね今朝日新聞は拍手じゃなかったね主催者なのに <laughs> 公平ですかただね今松井記者が公平中立と言ったけど静岡県大会はね松井さん108校出るんですよ108校で1個しかいけないんだね しかしね、我々政治の世界にいると、前も言ったかもしれないけど、一票の格差っているのよ。この一票の格差を是正して、平等に代表者を選ぶのが、まあ、これは選挙ですね。しかし、高校野球はまあ選挙ではないから、これ一票の格差じゃないけど、一個の格差ありまくりでね、愛知県はなんと174校のうち一個しかいけない。これ全国最多。で、なんと鳥取県は22校で一個なんだ。 だからどうってことはないんだけどもそれぞれの全国の高校球児が一生懸命頑張ってるんですけども高校球児にとって甲子園出るか出ないかで人生変わるからね大学進学や就職も全国のスカウトマンが注目するんでそれは愛知県の174分の1と鳥取県22分の1個人的に鳥取県大好きなんで頑張ってほしいんですけども高知県がその次で23分の1だね。 うん、そうすると春の選抜もいいね、これ、選抜だから、はい、以上です、はい、あっ、堀田さんですか、どうぞ、あそれでね、はい、朝日新聞は、はい皇后給仕を、まあ、はっきり言うと、食い物にしてんだよね、そんなことないよ、堀田さん、そんな、堀田さん、皇后宮司を 食い物にしてるんだよ、ね、じゃあ堀田さんは政治家を食い物にしてるじゃないですか。そ<え>んなことないですか。政治家食ったら腹壊しますよ <laughs> 特に新馬さんなんかはね。だ,いやだからあの、朝日新聞の政治部の今野が、はい、要するに蓮舫さんにツイートしたときね、要するにその時に。 朝日新聞社にはもう取らないぞとかいうね、電話がいっぱいかかってきたのよね、これは蓮舫さんのコアなるファンがかけたかもしれないんだけども、それをあの販売部がビビったわけよ、販売部から、特に朝日はね今ね、ブースの減少がすごいんだよ、本当に。読売や毎日ごときじゃなくてね、もう雪れを打ってる側と。しかも 近々甲子園大会があるでしょだからある意味で今野があのような謝り方をしたんだよねバカバカしいというかさそれ,それについてどう思いますか2お二人でやってもらっていいですか<笑><笑>はい自治放道のように2人でいや俺はだから、はい、朝日はねこの「国告書」の中でやるということで高校野球を食い物に高校生を食い物にしてるということを 新馬さんんに質問してんですよいや、朝日新聞に限って、高校球児を食い物にするようなことはないですし、日本最古の新聞である毎日新聞も、春の甲子園、高校球児を応援す励ますことすらあっても、食い物なりにすることはございません、まあ、はっきり言って、都市対抗みたいな、ね、ことをやってるのは、あれは会社からの宣伝費、広告費が目当てでやってるんですよねわかりました。 うん、丸山会社はもう非常に悩ましてますからね、経営のことをね、うんあの。この会見ね、いろんな方が聞いていてくれて、今日朝ね、地元にある大石ターズさんっていうあのディーラーさんに、軽トラック、車検に出したんですけど、車整備しながら、新馬さん聞いてるよって言ってくれて、堀田さんのこと知ってましたよ、<laughs> 堀田さんによろしくって、今日若社長に言われたんで、大石ターズさんの。はい 太田さん、今日はありがとうございましたすみません厳しい話じゃなくて、はい、ちょっとあの緩い話なんですけどもい,いつもあ<の>安住さんの質問は厳しいですからええ <laughs> 7月24日と8月の5日、はい、牛の日なんですけども、はい、牛の日というか土曜の牛の日といえばうなぎでなぎですね、はい、あの静岡の方はもううなぎというか浜名湖有名なんですが、はい、浜名湖吉田三島 いいそうですよね、はい、あの昨日ちょっとある方とお話したらうちはあのあのうなぎの,あの関係の方なんですけどう,うちは静岡さんしか扱わないとかっておっしゃってたい,い方です、ね、その方はおっっしゃってたんですけどもなんか見たらうなぎの生産って静岡結構少なくてトップは 鹿児島というそうなんです。稚魚、ええ、も九州から来るんですよ。ええ、で稚魚がやっぱり今世界的にやっぱりウナギの生態がよく分かってないところもあって、稚魚、はい、がやっぱり不足してウナギっていうのが今すごく値段が上がってますよね。これについてどういうふうにお考えですか。もう少し庶民的な価格になるといいですね。かつては養満業が盛んであった静岡県はもうウナギはなかなか厳しくなって、それ稚魚がないので今養満の池がですね。 ソーラーラパネルが並んでるんででるすね東海道線から見る幼万がですねソーラーパネルに変わってる姿を見るとちょっと悲しくなるねただ稚魚がない分ですね実は中南米から地球の裏側なんですけど中南米から稚魚を取り寄せてようとしたんですけども長いでしょう船で運ぶのがで最初ほとんど死んじゃったんですってでこれなんとかして死なないで 日本まで運ぶ方法を考えた人がいてどうしたと思います安住さんなんと稚魚の水槽にピラニア入れたんだってピラニア食べとするでしょ稚魚が逃げ回って生きようとするので,でものすごい生存率で日本に来たっていうですからねどこにもピラニアは必要なねこの間も噛まれそうになったけど大事なことです、はい ということはあの土曜、牛の日あのふ、2日あるんですが、今年挟んで、あの新葉幹事長としては政界のピラニアとして、存在感を発揮するということですか。もう政界のヤギって言われてるんですから、おとなしいもんですよ、<laughs> はいそろそろ緩くなってきたんで、先日もあのコメント欄で、会見緩すぎんじゃないかって言われたんで、緊張感を持ってやりたいと思います。